濃い青色が海溝この海溝では、太平洋プレート、ココスプレート、ナスカプレート、北アメリカプレート、カリブプレートが沈み込んでいる。中央アメリカ海溝とは、東、太平洋にある海溝で、メキシコからコスタリカにかけての中南米の南西沖に、ある沈み込み帯である。海溝の長さは 2750km、深さは、最深部で 6669m。 世界で18番目に深い海溝である。この海溝は太平洋プレート、リベラプレート、ココスプレート、ナスカプレートと北アメリカプレート、カリブプレートとの境界になっている。中央アメリカ海溝では大きな断層地震が多く起きている。中央アメリカ海溝は北部と南部に分けられる。しかしながら境目は海側と陸側で違っている。海側の北部は アカプルコ海溝と呼ばれ、ハリス湖州からテワンテイペック海嶺までである。海側の南部はグアテマラ海溝と呼ばれ、テワンテイペック海嶺からココス海嶺までである。陸側ではポラックックモタグア断層が境目になっている。陸側の分岐点は、海側の分岐点よりもおよそ 400km 東にある。ありがとうございます。